28日から始まるパリパラリンピックに出場する県内ゆかりの選手らが県庁を訪問し、意気込みを語りました。鈴木知事を訪ねたのは、ボッチャの杉村英孝選手、馬術の稲葉翔選手、柔道の土屋美奈子選手です。東京パラリンピックボッチャ個人で日本人初の金メダルを獲得した杉村選手は2連覇をかけて戦います。予選から決勝戦のつもりで戦っていきたいと思いますし、その挑戦というものを楽しみながら大会に臨みたいなと思っています。3回目の出場となる土屋選手と2回目の出場の稲葉選手は初のメダルを目指します。鈴木知事は3人にパリの舞台で最高のパフォーマンスを披露してくださいと激励しました。あと、団体戦においては、2大会連続で、メダルを、取ることができていますが、まだ、金メダルを取ることができていませんので、やはり団体での金というものが、大きな目標の、一つになっていますし、みんなの思いをつないで戦っていきたいなというふうに思っています。